これきっかけはどんな時に？きっかけはね、かみさんからね、ブラブラしてないでボランティアでもやりなさいと、そういう軽いきっかけです。それはおいくつの時に言われたの？これはね、54、5。そんな早く？はい、意外とね、早くリタイアしたんです。あ、そうなんですか、はい、で家でゴロゴロしてたら何かしないって、まあ、そんな感じ。そういうことです。へえ、それがそのこういう社会活動やるの始まり？そうです、そんなもんなんですよ。それで何年やってるんですか？もうそれでもうかれこれ15年ぐらい。あ、どうですか、やってきて。どうですか、始めた甲斐があった？そうですね、やっぱり喜んでもらえる顔があるのとね、ありがとうっていうかね。そうですね、お子さんは？2人います。もう独立？もちろんもういないですよ。家に帰ってこない？帰ってこないし、もう嫁行っちゃってますから、2人とも。じゃあ奥さんはいろいろ行くとこありますよね、忙しく。奥さんはあっちこっちで飛び回って。男はダメだよね。でも運転だったら奥さんよりも上手いよね。うまいというのがよくわからないよね。要はね、この運転はね、うまい下手じゃないと思う。思いやりだと思う。なるほど、うん、優しさがないとダメだよ。ハンドル持ってね、よく性格変わる人いるでしょ。いるいる。あの人はダメ。あ、ダメなの？ダメ。抜かれて抜き返す人はダメ。でも乗ってる人がそれあれ抜けとか急げとかって。ダメダメ、そんなこと言ったのね。ダメなの、あ、そう、これは、ね、思いやり優しさがないとね、ダメですね。なるほどね、それで15年。初めからそう思ってました？なってね。でも15年やって、これ、ね、いい転職ですよ、ある意味ね。そうです、中国に53ぐらいの団体ボランティアがいて、なおかつ約100人ぐらいの個人ボランティアがいてね、はい、その中から一つですから。ですよね、いいのを探してもらいましたよ。そうですね、社会福祉協議会から。それと男って割と勝手だから、一緒に何かをやるってなかなか大変なんだよね。でもこれだったら自分の都合のいい。そうそうそう、ですよね。それがいいですね。ここにもあるように、そういうマイペース OK。 マイペース OK、 これがいいですね。もうこれが男の道だよね。そうか、それ分かった。でも今運転手さんって足りてるの？ちょっと若干足らない。若干足りない？若干足らない。ああ、じゃあ今お願いってやりたいって言ったら、もうこれはもういいですよ。ちょっと練習すれば大丈夫？もう練習も何もないですよ。もうこのリストを上げてあげるの講習だけだから、30分は十分。あ、そう、はい、でも気遣いしなきゃいけないよね。まあそこはね、だからそこは誰でもやりたい人で OK するわけじゃないと思いますよ。そうですよね、人柄もあるんだよね。人柄いけないとね。そうだよ、怖い。そりゃそうだよね。そりゃ怖い、いやそうか、15年か。でもあなたを頼りにしてる人はいっぱいいる。はい、でね、ご指名があったりなんかする。するでしょ。まあそれでいけるわけじゃないけどね。それはそう。やっぱり頼られるって嬉しいですよね。そうですよね。いくつになってもね。で何か目標があって頼られてありがとうって言われたらもう最高だよね。最高ですよ。答えられたら、でもだん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 こう気持ちが楽になってきません？年取ると。そうですね、ある意味ね、昔みたいに気張ってなくても、そうそうそう、ね、60って言うとね、もう昔はおじいさんだからね。今はまだまだ。60はもう現役バリバリです。もうすぐね90だって、大体の。女性は100だって。あ、大変だね女性は。我々90まで頑張れば。この前で還暦の集いっての言ってきたんですけど、ね、60の人が何人か集まってるのがね、これはね、還暦の集い言っちゃ悪いけどね、やる意味がないね。まあ再出発というか、もう一回エンジン、60じゃ若いよ、一回点検ぐらいした方がいいかもしれないけどね。はい、そうですか、いつもありがとうございます。はい、またよろしく。ぜひ一つ宣伝してください。そうですね、ボランティア若干名、若干名、はい、ありがとうございます。